れていますが、これは今違う運営コメントです。エコー聞かない、聞いてない気がしますよ。
です、ね、順調ですわ、うん、順調だね。場所どこですか？小桑原って書いてあるけど、そう、埼玉岩月。そういえば私あ岩木だ、岩月じゃん、岩木って言うんだ、岩木。岩月じゃない、岩木だと遠くになるね。ちゃんと調べないと、ここの辺は高さがどのぐらいあってですね、うん、柱が実はあの通常、まあ、大体50メートル気になるところをですね、実は新技術を使ってるので100メートル大きに行くタイプ。なんでそんな怖い構想なの？そういう方が面白 いホテル、ラブホテル版のタモリクラブじゃない？あの建物探訪やるみたいな感じで、あの渡辺淳を呼ぼうよ。じゃあ中入らなきゃいけないじゃん。それで渡るガスさんが、おぉやめろ。本当にやるじゃん、だってあの人。素晴らしいですね。素晴らしい。この玄関素晴らしいですね。キュート。俺たちが渡るガスに嫌われるな、この辺。ちょっと混むよ。なんで
高速乗ってるぞ、大丈夫か。あかんエリア限られそう。こんにちは。1年前はここまだ道できてなかったよ。あ、本当ですか。そうなんだ。そういや通りでなんか新しい、新しいよね。面積とかも新しい。あ、なるほどね。なんかね、迂回ルートになっちゃってる。でもここワンルートになってる。あ、本当。あ、じゃあ122号線がちょっと曲がっちゃったのか。再配信する限りは あれだね。ホットリアゲー9話の家に行っといて、とりあえず携帯貸せよってテザリングもっと良かったね。あでもね、この前やっぱり、うん、テストで やらせてもらったんだけど、うん、普通のページ、マイマックスの方が出かけては川口なんですね。川口です。まあ、それだって川口市の上青木です。電波を使うからでしょ。まあ、しかもマイマックスする電波1の状態。株式会社化にあたっても所在地は公開しちゃってます。あの来た人は分かってびっくりするんですけど、あの普通の家です、外観は。でも株式会社作っちゃいました。これは今までのエリアの狭さに問題で録音にしました。前はこんなにエリアが広くなりましたとか言ってたのに、まだまだ狭かったんだね。良かったよ、意外と。ちゃんと田舎でも使えたし、九州でちゃんと使えたし。あれだね、あの東京だったら東京だったらどこにいてもマイマックス使えるでしょ。さすがに。そうマイマックスは基本関東しか言わんとこないからな。撮ってるでしょ、俺とソラカズ後ろでほとんど
いや、違うね。いや、別に辞めたことに対して俺は何か責任を感じているわけはないけど。社長は今運転してる人です。右側社長、何か一言。さっきからずっと話してるじゃない。改めて何か一言。イオンモール羽生あと1キロだってさ。関係ねえ。19って書いてある。あ、19。こっからだと見えねえんだよ。ちょうど1キロに見えんだよ、ここだと。田舎だと10キロ単位でこういう看板出すからね。まあ、イオンは特にね、有名な北海道にあるイオンモール釧路、イオンモール釧路は、まで残り80何キロ。逆に1キロとかだと看板ないもんね。はいつなんだろうとか、あ、なるほど、すごく考えちゃうのがあった去年。122号羽生付近にカメラ設置あり、わら。大丈夫よ。うちらは安全運転です。今のところ途中から04レースが始まったりするかもしれない。04とか。懐かしすぎる。本当にだよ。やり慣れてる人もいるからね。そうですね。ツール
市に入りましたよ。館林まで1時間、1時間半くらいで着きますね。館林とは群馬県館林市でございます。ポンポンさん、ありがとうございます。まだ群馬じゃないですよ。つか、群馬…群馬…え、群馬通るのこの…この群馬…あ、一瞬入るんじゃなかったっけ。一瞬だけ入るのかな。うん、大丈夫、ゆっくし来る年のさっき夜にやった放送で群馬は外国だっつって嘘を言ってた。だって、あね、そう、関東以外外国っていう群馬は外国ですか、そうですねっていう。ちょっと一体群馬だって関東なんだよ。そうだよ。でも必ず栃木と毎回争ってるわけ。
てんの？でかっ。とりあえずお気に入り登録しときました。ありがとうございます。チャンネルはね、お気に入りどう？リュウさんですね、ありがとうございます。昨日その打ち上げでヨドバシの8階で飲んでたもん。いいとこで飲んでんな。あそこ結構高いお店ばっかあるでしょ。そう、そこのね、ザ海峡っていう飲み屋がある。ああ。埼玉が地元なので、わら。あ、そうなんですか。埼玉の何市ですか？私も埼玉が地元です。熊谷あたりで生まれて、今川口に住んでいます。そばに寝てるのに、もうクックルの花火がいいんだな。ああ。みんな段ボール引いて寝てて。あれは何？ルンペルって俺が言ったら地下だもん。同じく埼玉在住です。和光市周辺で車載配信してます。ああ、リュウさんは同じく埼玉在住ですって。やべ、隣町だ。和光市だよ。あ、なあ、だって練馬って埼玉県だろ。違うよ。え、あれでしょ、東京都だよ。練馬は埼玉の植民地でしょ。池袋埼玉の植民地だから。植民地やな。でも俺、あの練馬区に住んでて、練馬区で働きながら、カスだよ、カス。カスじゃないよ、いつもいつも。でも俺、和光市で働いてたのに。わらわら、練馬は植民地。わら、埼玉市です。あ、埼玉市なんですか。僕は金持ちなんだぞ。聞いてねえし、そんなこと。東京都に断られるっていう。あの埼玉県の方はダメですよ。役所では受けられないですからね。練馬区役所ってすごい近代的なんだと思う。金持ち？金も、あ、練馬区。埼玉市練馬区です。埼玉市練馬区で。練馬区いるよ。練馬区は金持ちだっていう話。俺は貧乏だけどね。関係ねえじゃん。でも本当になんか、まあ、実際どうなるかわかんないけど、あのね、災害用とかのね、非常用のね、あの水の貯水と、あと地下水 の、 あその天然水を汲み上げるやつとかをね、無料で開放してんだと思って。区役所の裏で。あ、そうなんだ。あの昔のこの汲み上げ式の昔のやつをなんか近代的に改造したやつで、いつでも出たりする。いつでも地下水が出る。すごいね。まあ、もともと住宅地だからさ、練馬は。その分だけ石油は止まりますよ。あとあれじゃないの、やっぱり移動が少ないから、結構循環以外だからさ、確率低くなるし、ね、出てもさ。あと東京の中でも結構高難地帯になるからさ。高難地帯。そうだよね、東京って意外と山の方なんだよ、西側は。あるようなので、ちょこちょこ更新ボタンを押していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。埼玉市か。さっき岩槻区通りましたね。私今横向いてるんで、シートベルトとか無理っす。まあ、東京に住んでるでも別に東京って何もないとこだから。そんなこと言ったら、なんか
川口市工場ぐらいですね。ふざけんな、地方出身者としてはな。地方出身者としてはな、東京に住んでるってだけで超財産なんだ。そうなんだけど、なんか今そのおすすめなものとかって、あんまり東京ならではのものってないじゃん。いや石原さんがあの東京の水とかおすすめしてたら。超緊張した少女の横顔とかのあの CM 流してるじゃないか、 JR で。私東京に住めないんだろう、なんで私東京に生まれなかったんだろうってすごくね悩んでた。あ、なるほど。しょうもないこと悩んでた。まあでもそうやってね、他県から東京に働きに来てくる人とか、来てくる人たちが来てる人たちがいっぱいいるけど。そうですけど大変だったよ。私働きに行ってたわけじゃなくて学校だったけど大変だったよ。わかるよ。ヘトヘトだったもん。逆に大学とかだと東京から離れるんだよな。ああそうだね、広いキャンパス必要だもんね。東京は駐車場代が高いから避けて埼玉にした。ああそれはある、絶対ある。あ、引っ越ししてきたんですね。確かにだって車だけ、車持ってるだけで面倒くさい。駐車場代でさ、部屋借りられるもんね。練馬って確か駐車場代最低でも1回ぐらいでしょ。あ、やばい、寒いからかな。いや、単純にその店が一番ね。あうちが借りてた駐車場代と同じだ、実家で。安いよ。ストアガレージだよ。でもちゃんと屋根ついてんでしょ。超安いよそれ。すごいね。家の目の前に置けるからさ、メンテナンスしやすいから東京だと
すごいな。ああ、シェフとして。すごいね。行きたい気持ちでしたね。美味しい、美味しい。もともと渋谷かなんか、本当に渋谷の道玄坂の方にあった。へぇ、フランスで、フランスのレストランで働いてた。あれ今、私の目覚まし時計がなぜか起動した。さすが。バグルで有名な、バグリで有名な、スマホさん。クリさんどこだっけ？ソニエリ？ソニエリ。うん、の英雄版だね。ドコモバッタースラバグル。あ、スラバグルだと思ったんだ。あ、皆さん。この間ソフトウェア更新をしたら、フリック入力がとても打ち間違いやすくなってちょっと困ってる。多分ね、感度が良くなってる。うん、感度が良くなった。平日の通勤時間帯だと利根川の橋手前から渋滞する。ああ、じゃあもうちょっと先で渋滞し始めるのか、普通だと。今のところ平気そうですね。到着時間は8時49分。ありがとうございます。すごいね。今のところ到着予定時刻が8時49分だそうです。40分ぐらい巻いてるよ。すごい、40分巻いてる。ちょっとあっちも早いんじゃねえの。タイムスリップしてんじゃないの。いやでも早い方がいいんだけどね、あそこ混むし。あー、
ゃん。あ、ソフトバンク。全然駅がありそうに見えないんだけど。あ、今右側に埼玉県立羽生第一高等学校が見えます。ソフトバンクショップがある。でかいソフトバンクショップ。こっちの方は安いだろうな。ソフトバンクなのに押してるのが iPad 2とかよ。ちょっと開けるようにしよう。寒い寒い。こっち曇っててよく見えない。寒い寒い寒い。雨だ。息が白い。あ、でもこの寒さ懐かしい。まあやっぱイオンモール行きのパスも出てんだね。出てるね。イオンモールはどこまで出てる。あ、従業員用だよねこの時間は。自転車だけが、まあね、命なんだから、ね、そうっすよ、命綱ですよ。私、15キロぐらいを20分で走破とかしてたもん。スプリンターじゃん。それだけ平地ってことだな。うん、坂とかなかったしね。ほとんどまっすぐ、こういう道をずっと自転車で走ってた。私は意外とボッとしてた。もうなかなかったかな。あれサンクスでいいのか。サンクスでセブンに住んでる。セブンがよくね。休憩所っている。ダメ。俺すげえ初めて見た今の。休憩所そこに住んだよ。高速かっていう。そこに住んだよ。命綱なんだろ。アンパンとかダメなの。いやだやだ。アンパンとかじゃなくて、どうしても私アンパンをあってかくしたいらしい。あの一時期前来た早川って言ったじゃん。ああ、はいはい。あいつが連れの長い間ローソンの深夜で働いてる。へえ。
だったってことだろう。ハギハギか。いや違う。そのアンパンはハギ。俺がちゃんと買って。ああ。かわいそう。買っていないのに自分で買わされちゃって。大変だ。アンパン投げて。それ別にそれだけでアンパンが嫌いになったわけじゃない。もうアンパンはこりごりだ。結構ね、サーバー不安定なんだよ。